これで全ての美獣が揃ったわけだ。次は、ナルト！シオンが美獣を抜かれてしまったのだ。え？ナルトは今死の淵にいる。だがまだ助かる。すぐに四代目の元に向かえ。奴の中にも九尾がいる。でも二代目様は。わしはあいつを引きつけておく。行け。残された時間は少ない。お願いします。ナルトのガキをどうする気だ。美獣を抜かれた今、何をやっても助からんぞ。それでも助ければならぬのだ。ナルトは忍びたちの希望だ。わしもそう思っている。変わったな。昔はもっと非情だと思っていたが。全ては里のため、里を生かすため非情に徹していたのみ。生を受けたことがあんたの仇となる。江戸転生のままが良かったと悔やみながら行け。内派の意識どうだ。この俺と組む気はないか。勘違いするな。お前は死んだ人間だ。まあいい。どの道お前に残された時間は少ない。お前は生き返ってまで何を望む。わしらの時代はとうに終わっている。わしらの成し得なかった国づくりを変わってやるだけだ。だが、この世界は失敗した前任者柱間のものだ。死にかけの患者には荒療治が必要だ。それが無限つくよみだってのか。そうだ。それこそ俺の望む本当の世界。犠牲のない世界。なるほど。お前の描く世界全くの理解がないわけではない。エントン、セサロをかぐっち。ぶつけろ。それはお前の出しゃばるべき夢ではない。やはり貴様と合わない。扉が。確かにお前は脅威そのもの。だからこそわしがここで仕留める。五条起爆札。まだだ。そのまま眠っていろ。もうこの世にはお前は必要ないのだ。終わりだ。気をつけろ。奴は何かを狙って。うわ！なんだ今のは。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。くそ、これは。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、時間は十分にやっただろう。残念だ。
左目だな。どうしたの？サスケのチャクラが。あんたは強い。あんたは負けない。あんたは行くって言ってんだろ。ちょっと待ってよ。行くってどこにさ。サスケんとこだよ。早くしねえと間に合わねえだろうが。死なせない。絶対に絶対に死なせるもんか。